皆さん、こんにちは。今回のパリ五輪における柔道、誤審疑惑や相手国が有利になるような裁定など、常勝日本がガタガタと崩れていきました。それでもメダルを確保したり、手に汗握る試合を見せてくれたりと、日本としてはやはり柔道への思い入れは強いのだということを改めて感じさせられます。ここ最近、柔道と柔道は全く別物であるという見方をよくします。一見素人には分かりにくい区別ですが、話を聞いていくと、なるほど、全く別物であることが分かってきました。パリ五輪、柔道で相次ぐ炎上騒動がなぜ起きたのかということが見えてきました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。柔道と柔道が違いすぎる。柔道は面白くないし、不可解な判定が多い。こんな不満の声がネット上にあふれています。パリ五輪で柔道は7月28日から8月3日まで開催されました。批判が殺到した原因となった試合の一つに、7月29日に行われた男子73キロ級の準々決勝が挙げられます。準々決勝では日本の橋本壮志さんとフランスのジョアン・バンジャマン・ガバが対戦しました。結果は橋本さんの反則負けとなったのですが、この判定にネット上に多くの異論が投稿されました。試合は延長戦に突入すると、1分21秒には橋本さんに2つ目の、2分14秒にはガバに1つ目の指導が入りました。指導3つで反則負けとなりますから、後のない橋本さんは2分28秒ガバと組んでいた右手を切って前に踏み込みました。ここで審判が待てをかけ、橋本さんは3つ目の指導を受けて反則負けとなったのです。この判定に X ではおかしいという投稿が相次ぎ、その多くが、橋本は果敢に攻撃していたのにガバは常に消極的だった、なぜ橋本が反則で負けなければならないのかという疑問の声でした。ルールでは組み手を切った場合すぐ組み直す必要があります。しかし専門家の間でも橋本さんの敗退に対する見解は分かれていました。橋本の反則負けはルール通りと審判を擁護する意見もあったのですが、一方、そもそも論として偽装攻撃の目立ったガバに対する指導が一つだったのはおかしいと審判を批判する意見も少なくなかったのです。これが X になると、ガバは最初から橋本の反則負けを狙っていたという根拠不明の指摘まで乱れ飛ぶようになってしまいました。7月31日に行われた男子90キロ級の決勝戦でも X は荒れました。日本の村尾三四郎さんとジョージアのラシャ・ベカウリが対戦しました。残り1分を切ってから村尾さんが内股で技ありを取ったように見えました。しかし審判は認めなかったのです。すると残り4秒でベカウリが技ありを決めて村尾さんは敗退してしまいました。テレビ中継で解説を担当していたのは大野将平氏です。リオ五輪と東京五輪の男子73キロ級の金メダリストです。大野氏は村尾さんの内股はほぼ技ありだったと思いますと指摘します。 X も同じ見解で埋め尽くされました。しかし全日本男子の鈴木啓司監督は試合後に取材に応じ、村尾さんの内股について質問されると、今回のパリ五輪5日目までの審判の傾向を考えると、あの状態ではポイントを取っていない印象と即答しました。ベカウリが両手ではなく片手しかつかなかったことを指摘し、村尾の爪が甘かったか、ベカウリが強かったという試合だったと総括しました。かつてこんな記事が新聞に載ったことがあります。日本人はお家芸の柔道やレスリングで技をかけること自体を評価する傾向があるのに対し、外国人の審判は返し技を優位に判定すると指摘しています。当時の日本柔道のエースだった鈴木啓司氏や井上康生氏が相手選手を投げても返し技を重視した判定が下って試合に敗れたことを伝えた上での記事でした。日本人の柔道観と外国人の柔道観が異なることがよくわかる記事であり、この対立は今も変わっていないということが改めて浮き彫りになりました。スポーツ社会学者の溝口典子氏は、1992年のバルセロナ五輪では女子柔道52キロ級で銀メダルを獲得したことで知られています。溝口氏はフランス柔道ナショナルコーチを務めた経験もあり、柔道と柔道の違いにも詳しい人物の一人です。なぜ少なからぬ日本人が柔道に違和感を持つのか、その点について次のように述べています。学術的に言えば
多文化主義と自分化中心主義の対立でしょう。パリ五輪の柔道ではアゼルバイジャン、ジョージア、カザフスタン、クロアチアといった国々から金メダリストが誕生しました。率直に言って私たちには馴染みの薄い国ですが、金メダルを獲得するほど柔道が普及しているわけです。驚いた日本人も少なくなかったのではないでしょうか。柔道は世界中で人気を獲得し、柔道となって多文化主義を代表するスポーツになりました。その結果、どうしても日本の伝統的な柔道とは違うところが出てきます。そのため自分化中心主義の人は不満を感じるというわけです、と詳細に解説します。以前ソフィア・コッポラ監督の映画でタイトルにもなったロスト・イン・トランスレーションという英語の慣用句があります。オンラインの英和辞典英辞郎は、重要な伝達事項などが翻訳で失われると定義しています。村上春樹さんの小説を考えてみます。オリジナルの日本語版と英訳版を完全に同じ作品とみなすことはやはりできません。翻訳で失われてしまうところがあるからです。柔道も世界中に広まっていく過程で、オリジナルとは異なる部分が出てきました。ただし日本を発祥とする柔道がこれほど世界の人々から人気を博していることを積極的に評価してもいいのではないかと見る向きもあります。溝口氏はフランス人の柔道関係者と話をしていても、私たちは日本の柔道も尊敬しているが、自分たちのル柔道にも誇りを持っていると言います。柔道にフランス語の定冠詞であるルがつく時代になったということはとても重要な視点だと思います、と述べています。つまりル柔道になったことで国際化したと言えるのでしょう。日本の柔道館のままではなかなか世界に受け入れられなかったのではないかということがにじんできます。これらの指摘に対してコメントが多く寄せられています。柔道がオリンピック競技になったのは世界に認められたメジャーなスポーツになった証拠だと思います。判定も日本独自のものと違うのかもしれませんが、もう考え方を変えた方が良いと思います。柔道の誤審というと篠原選手を思い出します。今回も日本人選手の名前は忘れましたが、投げ技で相手を投げた後、本人は一本を確信し抑え込みに入らず審判の方を振り返った。しかし判定は技あり、投げた後抑え込んでいれば一本が取れたのに。篠原選手や先人の教訓をしっかり生かし、試合終了までしっかり攻め続けてほしいです。先の東京オリンピックで剣道をオリンピック競技に推薦する動きがあったのは記憶に新しい。しかし連盟はそれを辞退した。理由は日本発祥の柔道が国際大会において数々のルールをねじ曲げられてしまっている現状を鑑みての決定だった。武術の本質は勝ち負けではない、要するにオリンピックが全てではないということ。スポーツでは語れない日本の武士道を守り抜くことも大事である。昭和の昔、高校生の頃に柔道部でしたが、当時は組手争いなどはありませんでした。お互いに組んだ状態から技を掛け合っていました。今の柔道は試合しているようには見えません。やはり技をかけて一本で決める柔道の方がはるかに面白いと思います。その意味では角田選手は見ていて気持ちが良いです。ガバ選手は団体決勝でも阿部一二三選手との対戦で階級が一つ上にもかかわらず、柔道とは言い難いものだったと思いました。足技を何度も何度もかけ続け、最後はガバ選手の体重差に物を言わせた力での体重を預けての倒しきり。指導2回目から攻撃しないガバ選手に指導が全くないのも疑問しかなかったです。階級一つ上でも攻撃し続けた阿部一二三選手こそ柔道精神を持った柔道家だと思います。コメントからはやはり日本人としては正規の柔道であってほしいというのは当たり前の感情としてあるようです。いかがだったでしょうか。今回は物議を醸した柔道についていろいろと調べてきました。そもそも外国人に柔道家としての矜持を求めるのは無理があるのかもしれません。彼らはすでに自分らの柔道を勝手に完成させているのです。それは自分らのルールの中で競い合う新たなスポーツであるところの柔道。いくらルール改正のたびに日本が反対しても数で押し切られて止めようがないのです。阿部さん、永瀬さん、角田さんの3名は圧倒的な試合内容でした。姑息なルールなどまるで意に介しない本物の日本の柔道を見せてくれました。ぜひとも他の階級の選手もここを目指してほしいところです。
相手をぐうの音も出ないほど抑えれば、また日本の活躍がたくさん見られることでしょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。